こんにちは。いつも気にかけていただいてありがとうございます。またライブ配信の時は声が小さくご迷惑をおかけし申し訳ありません。今日はポートフォリオ。 資産分散について表を作ってみましたキャンペーンでお金がもらえるのですが実はそこから暗号通貨を出金し主に一箇所で取引を行っています去年11月初旬にある会社が破綻したのでリスク分散ですね持ってるお金が大きくなると均等に分散しようと思っています 増えていくのが前提ってか、今日は時間がないのでここまでです。